ただこの曲に関してはね、もうリッチの一手なんで、はい、やむなしですよね。そうですね、うん、まだ親番は残っています、フェニックス。さあ内川ハイパイ2メンツ、ドライアー化はありませんが、今回も先制リーチなるか。現在何一曲一本場に来ました。松本いいですね、まとまっていて、赤ウピンも1枚です、はい、あというか赤ドラドラでしたね、はい、こちらは魚谷チュン重なって両面一組赤もあります。伊達はマンズだらけ、まあアベマズのサポーターの皆さんお待たせしましたって感じですか。ようやくね、ようやくいい手が来ましたね。ただ周りもそこそこ早いんでちょっと早めに1枚2枚引いてもらわないとね。はい、うん、松本選手はドラドラ赤ありまして、どうです、あこれでちょっとタイヤ王が見えてきます、うん、嬉しいですよね、はい、ええ、タイヤ王があれば今夜チームもできそうです。マンズが来たぞ、伊達。親番内川は愚形を解消できるか。ここで両面が一つ増えた、はい、パーワンは三色の種、パーピンはイーペーコーの種、両蔵とかですかね。なるほど、うん、いや松本さん早めにもう一枚なんかスパッときたいね。そうですね、形はいいけどまだね、あの面前にこだわって伊達にこだわるとスピードはないですからね、うん、これでいいシャンテンです。親番内川何が欲しいですか。松本選手3ピンが一番いいですか。ピン図が綺麗につながりますね。さあ魚谷進んできたぞ、こちらもいいシャンテン。もう一歩間違って松本さんが一番遅いまであるもんね、これね。なんてこった、あんなにいいハイパイだったのに。いけるか、数ワンは高打点の種か、残していきます、はい、三色の種ですか、はい、赤ウーマン残ってるじゃないですか。ほうほう、いますね。ウーマン三山じゃないですか。三山ですね。ウーマン入るとこれ強力ですよ。来るか、しゃ。ただウーマン三山はね、内川さんにとっても強いから。あ確かにそうですね。内川はリャンウーワンとイーソーパーワンのイーシャンテンです。伊達はマンズを集めていましたが、ここに来てソースも増えてきた。いやーパーマン1枚切られて内川さんどうするかだね。あの切られる前ならリャンウーマン引いたらリッチいったと思うんですよね、はい、あのマンズの上の景色がよく見えるし、まあ、イーソーも端っこなんでワンチャンこぼれる可能性もあるでしょうみたいなね、はい、1枚切られると景色は相当変わりますよね、多分ね。たった1枚でね、感触が悪くなるんですね、うん、というわけで少し悩んでいましたが初をつもぎりました。ウーマン来た、さあ松本大チャンス。広げるか、うわ広げた、広げました、目いっぱい。いや勇気あるね、はい、やっぱり1日1トップ欲しいアベマズ、それが1試合目で来るとね、うん、非常に大きいというお話を試合前にしていました。そうでしょうね、すごいキーパー引いたとはいえ一人だけリアンシャンテンだもんね、まだね。そうなんですよ、いやなかなかね、スピードでは勝ってないのは自分で意識してると思うんですよね、ええ、勇気いりますよね。周り3人いいシャンテンだが目いっぱいに構えました。え止まってますけど、チーピンとかあるってこと。ほうチーマンじゃないんですか。どうするんでしょうか。手拍子で切るならチーマンなんですけど、ええ、マンズの伸びも残したいっていうことなので、ええ、ただマンズちょっと周りたくさん切られてますね、6699、自分で9も捨ててますし。ただ3万とか引いてきたらもうめっちゃ強いってことですか。はい、ただ嘘を切るとね、ピンズの形が縦に来た時にサブロスを取りこぼしますからね。そうすると、まあ、3色ももちろん消えますし、かといってリャンシャンテに戻すのはね勇気いると思うんですよ、やっぱりね、うんうん、はい、考えて考えて G1 になりました。もともとスピードでは勝ってないって思ってると思うんでね、ええ、これをイーシャンテンをリャンシャンテに戻すのは勇気いりますよね、はい、さあ打点が高いのは松本、他3社はイーシャンテン、チーピンにポンの声をかけます。あ記録しましたね、うん、ドラドラーカのイーシャンテン。さあ魚谷広がるけど、いや老朽相場ゼロですね。赤切りますか。3ピン引いてたんだよね。
松本がポンしてなければ。いや、ただこのチーピンのポンはね、多分ねウッパーピンが相当悪いと思ったはずなんですよね、うんうんうん、パピン1枚切れてて誰かにドイツとか持たれてると非常に弱いっていう判断でのポンだと思うので、はい、ウッパーピン弱いと思ってなかったら多分しないもんね、うんうんうん、だって最悪あれドラッキリになる可能性ありますもんね。そうですよね、はい、先輩これは泣かず、やっぱりウッパーピン悪いと思ってるんですね、やっぱね。そのようですね、はい。松本がチーピンをポンしていて、こちらのイーシャンテンです、うん、そして今、はい、一応ねスーピンポンでカンウーピンの満貫の天杯取れましたけど、はい、それじゃチーピンポンした意味がわからんってことですよね、多分ね。ウパピン悪いと思ってるからポンしたんだからと。来ましたよ親番内川の天杯は、まあ、シャンポンの状況は先ほどと変わってません。はい、1枚切れのパワー1というところですが、はい、リーチに行きました。ただ両蔵が3枚切れてなお景色が良くなったですよね。確かに、うわ、2層が絶景。うお、こちら松本も天杯です。サブローピン待ち。え、ローピンで跳ねまんじゃないの、あれ跳ねまんありますね。ローピン山に2枚、誰も持ってないですよ。誰も持ってないです。3ピンはない、ない。シャンポンは2層2枚、はい。でパワー1は伊達が持ってます。ただパワー1が今筋になりました。さあどうなるでしょうか。内川がさらにリードを広げていくのか、松本が仕掛けた漫画上がりきるのか、伊達も参戦ですか。ですね、馬が取ってますね。なるほど、ウーアン切って高め、イーペイコーのリーチはイースーマンです。うわ、みんなある、みんなあります、ね、みんなあります。内川も松本も伊達もあります。 G1 はノーチャンスですか。はワンチャンス、ワンです。あ、6が4枚です、失礼しました。ノーチャンスです、うん、両面では当たらない牌です。さあ内川リーチ、伊達リーチ、松本もなんだか押しているようだ。魚谷どうする。いや大事な一戦ですねこれ、はい、大きく結果に影響しそうです。伊達のリーチは数万が山にありません。E1 が今3枚切れで残り1枚、待ち牌でいうと伊達はちょっと不利ですね。残り3巡です。うわ、ローピンは松本に打ち上げる。1万2千300、タンヤをドラ3赤に3色がついて12,300点、跳ね満になりました。いや藤崎さん、いや恐れ入りましたねチーピンポンはね、はい、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。